ねえ、イオちゃん、この道って一体いつまで続くの？申し訳ありません、私も初めての場所なので。そっか、そうだよね、わかんないよね。巫女様、大丈夫ですか？辛いようなら少し休憩しましょう。ありがとう、正直すっごく助かる。もうこの冥界ってのは一体何なの？道は舗装されてないし、自販機も見当たらないし、めっちゃ疲れたよ。イオちゃんは全然疲れてなさそうだね。はい、私体力だけは自信があるんです。それに普段の忍びの訓練に比べたらこれくらいなんともありません。はあ、私って体力ないんだな。進むのが早すぎるようなら遠慮なく言ってください。調律の巫女様にご無理をさせるわけにはいきませんから。それ、え、どれでしょうか、巫女様。その巫女様って呼び方どうにかならないかな。なんだかむずかよくって。では玉織様でどうでしょうか。そうじゃないっていうか、それじゃあニュアンス変わらなくない？もっと気軽な呼び方っていうか、紬って呼び捨てでいいのに。そんな呼び捨てなんてできません。じゃあそうですね、紬お姉様ではどうでしょう。ちょっと照れくさいけど、でも巫女様より全然いいかな。ではそう呼びしますね、紬お姉様。あのね、私はイオちゃんに仕えてほしいなんて思ってないの。私が住んでた未来には身分の差とかそういう面倒なのはなかったし。そうなんですか？身分がないなんて、未来って不思議なところなんですね。とにかく私はイオちゃんのことを家来とかって思ってないから、それだけは覚えておいてほしいんだ。わかりました、紬お姉様。うん、体もだいぶ楽になったよ。休ませてくれてありがとうね、イオちゃん。じゃあ先に進もうか。紬お姉様、お聞きしたいことがあるんですが。ああ、多分私も同じこと考えてた。向こうに見えるあれのことだよね。そうです。何なんでしょう、門に見えますけれど、あれ意味ありませんよね。ただ門だけ立てても周りに何もないんじゃ役に立たないと思うんですが、門を通らなくても裏側に回れちゃいますし。でもいかにも怪しいっぽいんだよな。もしかしたらあれじゃない？ほら、ゲームとかでもよく出てくるでしょ？ワープゲートっていうのかな。ゲーム？ワープ？すみません、知らない言葉です。あ、ごめん、なんていうか、あの門をくぐると全然別の場所に行けるのよ。ほら、門って本来は別の場所と場所をつなぐものでしょ？未来にはそんな便利なものがあるんですか？すごいです！いや、ないんだけど、その話は後にするとして、とりあえずあの門をくぐってみない？危険です、罠かもしれません。こんな場所でこれ以上何が危険だって言うのよ。とにかく罠だろうとなんだろうと、私たちは先に進むしかないんだもの。思い切って扉を開けて門をくぐってみようよ。紬お姉様は勇気がおありなんですね。危険を恐れてばかりで歩みを止めてはいけない。確かにお姉様のおっしゃる通りです。勇気っていうか開き直ってるだけなんだけどね。わかりました、やってみましょう。
でも十分に気をつけてください。もちろんよ。じゃあ、あの門まで行ってみよう。イオちゃん、よろしくね。心して参りましょう。足元に注意してください。ここは慎重に進もう。ない忍術は惨めですよね。死ぬ、本当に死んじゃう。さすがは紬お姉様です。調律の巫女様の力はすごいです。私一人の力じゃどうにもならなかったよ。エオちゃんがいなかったらきっと負けてた。そんなことありません。私、頑丈なことと体力だけが取り柄で、まだ修行中の身ですし、大してお役に立てなくて。十分すごいと思うんだけどな。でもそういうことじゃなくってさ。ね、イオちゃんはどうして私なんかのためにそんなに頑張ってくれるの？お告げでそう言われたから？もちろんそれもありますけど、なんて言えばいいんでしょうか。もうすぐ君津様のお社でお祭りがあるんです。お祭り？はい、尾張だけじゃなくて他の国からもたくさん見物に来るんですよ。たくさんの提灯で飾り付けられた大きな船がたくさん出て、とっても綺麗なんです。へえ、そんなお祭りがあるんだ。楽しかったな。お侍も
町の人もみんなニコニコ笑ってて幸せそうで、その時食べたお団子の味は忘れられません。でも魔王が蘇ってしまったらお祭りどころじゃなくなっちゃいます。それは私すごく嫌です。そっか、お祭りか。それに、ん？それに？あの、こんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけど、同じ任務を受けた仲間が男の人ばっかりで、なんていうか。ああ、わかる。男の子ってこう風情ってものがないよね。ガサツだしうるさいし。私はもうちょっと静かにお船を眺めたりしたかったんですけど、だから紬お姉様みたいな年頃の近い女の子とお祭りに行ったらもっともっと楽しいだろうなって、そう思ったんです。あ、魔王を倒さなきゃって大変な時におかしなことを言ってごめんなさい。私の話なんてどうだっていいですよね。ん？ちっともおかしくなんかないよ。私もイヤちゃんとお祭り行ってみたいな。よかった。お姉様が難しい顔をなさったので、てっきり怒らせてしまったかと思って。ごめんごめん。ただ私が今頑張らないとそういう幸せもなくなっちゃうんだなって改めて思ったの。よし、目が覚めた。これが夢ならそれでいいし、もし夢じゃなかったとしたら今逃げ出せばきっとすごく後悔する。イオちゃんとお祭りを見るために調律の巫女ってのを本気でやってみようかな。お姉さま、ありがとうございます。うんうん、いい話ね。お姉さん感動しちゃった。うわぁ、びっくりした。甘酸っぱいわ。私にもこんな頃があったのよね。鋼さん、よかった、無事だったんですね。ええ、つむぎちゃんもイオちゃんも元気そうで何より。落ちたところから急いで戻ってきたんだけど、それほど心配する必要なかったかしら。来るならもうちょっと早く来てほしかったな。マジで死ぬかと思ったんだから、もう指一本だって動かしたくない。あら、じゃあもう少し進んだところに安全そうな場所があったから、まずはそこまで行きましょう。そこなら体も休められるわ。案内するわね。行きましょう、紬お姉様。小耳さんも早く探さなくちゃ。